柳田理香先生にいろんなことを教えてもらっているコーナーです。今週のテーマはこちら。これすごいですね。アメリカのグーグルは全自動運転の試作車を開発したと発表しました、はい、これ動画でも公開してるんですけれども、うん、2人乗りになっていまして、うん、こう一見こう車輪付きのこう車がゴンドラのように見えますよね、うん、あのハンドル、アクセル、ブレーキがなくて運転操作は独自のセンサーとソフトウェアで行うという斬新なものなんです。だから将来自動運転してくれる車が街を走るようになるのかもしれません。一体車の未来ってどうなっていくのでしょうか。柳田先生教えてください。今だってブレーキもね、センサーで感じて車が勝手にブレーキしてくれたりするんでしょ。ちょっとありますよね、前の車との距離を測って、ね、スピードを、ね、自動調整してくれたり。あれってどうやってるんでしょうか。うん、柳田先生おはようございます。おはようございます。先生、東京雨大丈夫ですか。僕の住んでるあたりはまだ大丈夫なんですけども、ちょっとあの警戒警報とか出て学校が休みになってるとこもあるみたいですね。ああそうですか、はい、気をつけてくださいね柳田先生も、はい、ありがとうございます。あと先週大丈夫でした先生、大阪のラジコの生出演そうでした。あのね先生今ね、はい、ラジコでアプリでお金を払うと全国のラジオが聞けるんですよ。あ、そうなんですか。で大阪の先生のラジオ聞いてるリスナーが広島で何人かいて、はい、大人の事情でって先生そうですそうですあの席を開けたって教えてもらいましたけど、はい、あこれやっぱり言うとまずいんだなと僕はその時分かったんですけど。ありがとうございました。本当に先生、はい、今週は車の話題でございまして、Google がもうなんか自分は何もしなくてもというわけじゃないんですけども、車がもうセンサーと、はい、あらかじめまあコンピューターで仕組んだソフトウェアで動いていくっていう、はい、であと今先生あの日本の車もセンサーでなんか車間距離を測ってスピードを調整したりというのありますけど、はい、そもそもセンサーって先生何なんですか。あのこの Google の場合はですね、Google マップってあるじゃないですか、はい、地図、はい、あれがある、あの技術があるからこそできるみたいですね。どういうことですか。要するにも地図の情報を完全に自分たちが持ってるので、はい、周りの景色を見て、あこれはどこの場所だなっていうふうにすぐに分かると。おそれで、どう曲がる、あるいは車や人が来たらどう対処するっていうのをやってるようですね。ということは、Google が地図を持ってて、この場所からここへ行くのに、地図をもうインプットしておくってことですか。そうですね。私よくナビでここに目的地とか設定しますけど、はい、そうするともう Google は地図を持ってるから、ゴンドラみたいな車を勝手に運んでいくってことですか。そうですね。へえ。僕が調べた限りでは、あの普通のカーナビのように GPS は使ってないみたいです。あ、 Google マップを使ってるわけですか。はい。じゃあ先生、地図を作るってすごいことですね。いやもう本当にあのデータの蓄積があるからこそできる発想ですよね、そういうあの地図のデータがないところだとやっぱり、あの目の前にで起こってること、起こってることにいちいち対処しないといけないですから。でもそういう機能が車に、はい、まあ、もちろんなんかついていて、はい、合わせ技ってことですよね。地図を俯瞰で見るのと、はい、はあ、今の日本 の、 あの、自動ブレーキとかは多分赤外線だと思います。はあ、赤外線を発射して帰ってくる時間を測って、これだけの時間しかないってことは前に近いところに何かがいるはずだっていうんで、ブレーキをかけるとかいうシステムだと思うんですけどね。じゃあ先生、常に赤外線は発射という言い方かどうか分かんないですけど、出してるってことですか、車から。そうですね。それであの調べてるんだと思います。へえ。でもこう地図が変わって建物が変わったりしたら、はい、またこうちょっとまた一からってことですよね。そうですね。建物が変わったらその情報をまたすぐに入れないとダメですね。先生、もうすごいバカなこと聞いていいですか。はい。Google マップってどうやって使ってる。あ、これはですね、僕もあの知らないですね。なんかたまに車が走ってるよね、のをね、見たりしますよね。実際これ走ってていつも書き換えてるんですかね。ですかね。ですかね。もしそれができるとしたら、あの今回のこの自動運転の車が世界中を走り出せば、勝手にあの地図ができていくことになりますよね。そういう狙いもありますね先生。それもできる
となると一石二鳥になるんじゃないですかね。自社で車販売させといて、その利用者が乗るところもカメラつけといて、地図の情報にそれを反映していけば、わ、Google すごいですね先生。これやってるとしたら、あのよく考えたものですよね。そこまでこの車まで見越しての地図だったんですかね。それはわからないです社長さんに聞いてみないと、ね、先生ということはですよ、はい、私たちももう一回、ね、日本の地図をみんなで作れば、はい、こういう自動運転の車を作ることは可能ってことですか。原理的にはそのはずですよね。例えばじゃあ先生、はい、もっとわかりやすく言えば、ね、全部の道路作るの大変だから、はい、山陽自動車道、はい、でも地図どころかもうこれしかないじゃないですか。山陽自動車道なんかの場合は、あの上り口と降り口がはっきり決まってますから、もうそこを例えばデータ化するだけで、うまくいくはずですよね。自動運転の車で OK になりますよね、はい、スタートからゴールまで行くだけでよければ。まあちょっと新幹線みたいなイメージになりますけど、あの事故が起こり、事故を防ぐとかいうのはまた別の対処をしないといけないでしょうけど、まあ、でもこれができるとしたら、本当あの便利ですよね。あの目的地を入力したらあとは寝てていいってことじゃないですか。そうですよ ね。例えば僕が非常に気になるのは、あの、ハンドルとブレーキがないことですよね。はいはいはい、あのシステムがうまく動いている間はいいんですけど、故障が起きたらどうするんだろうっていうのが。そうですね、動かせなくなっちゃったら。そうですね、あの、例えば紙に鉛筆で字を書くっていう作業だったら、鉛筆が折れたらどこからかボールペンを持ってくればいいとかいう対処できますけど、コンピューターなんかの場合も止まっちゃったら電源抜くしかないみたいなことがあるじゃないですか。なるほどなるほど。ですから、あのいつも2のや3のやっていうのが準備されてないと、不安ですね。機械としては僕はあのまずいんじゃないかと思うんですね。そうですね。先生もう一個思ったんですけど、こういうまあいろんな新しいことが出るたびに思うんですけど、はい、バッテリーというか電池というか、そういうのはなかなか進歩しないなってちょっと思うんですけど。そうですね、まあ、あの頑張ってはいるんですけども、やっぱりどうしてもあのなんですか、昔の携帯電話とかあのカバン一つぐらいの電池がありましたよね、はい、重かったですね。あれが今はあの薄型チョコレートぐらいになってますので、車の世界でもこういうぐらいの進歩があるとだいぶあの便利になるんでしょうね。先生でもここへ来てやっぱりこういろいろ自動運転とかいろんな機能が車に備わってきましたけども、はい、間違いなくもう車はまあエネルギーをねガソリンからどうするかという問題はあるにしても、はい、間違いなくもうあまり人の手を煩わせない、ハンドル操作などもあまりさせないような車になっていくんですかね。そうなんじゃないですかね。やっぱりあの、基本的にギアチェンジはもうオートマティックが、ね、あ、なりましたね、基本ですので、その流れはやっぱあるんじゃないでしょうか。なるほど。昔はあのワイパーもですね、人間が手で動かしてたみたいですね。それが今や自動的になってね、先生そうしたらやっぱり前々から言ってる飲酒運転を撲滅する車ってすぐできそうですけどね。そうですね。でもあの本当に、やっぱりどうしても機械ですので、人間があちこちのボタンを押すってことは可能になりますよね。やっぱどんな便利になってもあの、やっぱりそこはね、良識がない人が触るとなるほど、うまくいかないんじゃないでしょうかね。先生は将来どんな車を期待されますか。僕はやはりあの通勤通学用の車っていうんですかね。あの今あのタクシーが走ってますけども、運転手さん一人にお客さん一人じゃないですか、はいはいはい、これあのもったいないですよね、はい、もったいないですね。であの特にあの僕の生まれた鹿児島とかそうなんですけども、急速にこう発展した街っていうのは、家が、個人の家がこう山の上にあったりするんですね、はい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 、すると朝なんかはもうどこもかしこも渋滞するんですよ、要するに一台の車に一人しか乗ってないから効率ですね、それがもう通勤用の専用の車っていうんで、ほんの小さい
一人乗りのものがあればあの渋滞はなくなるわけですよね。そうか、今私たちも一人で会社行くのに5人乗りの車乗ってるわけですからね、これもったいないですよね。そういうことですよね、しかもあれですね、一人乗りの車が同じ目的地だったらつながれるようなね、ミニカー、ね、あ一列だったらいいですよねあのただ信号の時にあの直角に交わる方が進めないっていう残念なことにもなるかもしれませんけどそうかそうか、もしかしたらこれあのそういうふうにいろんな形の車が簡単に作れるようになれば、例えば結婚したら2人乗りにすると、子供が生まれたら3人乗り4人乗りに増やしていくなんていう車があり、そうね、あと成長したらまた2人乗りに戻すとかね、そうですね、ああそれいい、あの椅子がだんだん大きくなっていくとか、ああでちっちゃい時はもうなんていうんですか、ベビーシート、はい、あれももう自動的についてて、はい、いらなくなったらもう今はほらどっか持っていくでしょう、そうですね、あれ買ってもらおうと思って、はい、だけどもう車の中にそれが収まるとか、はい、いらなくなったらそれが他のものになるとかになるといいね、これあったできたらもうかなり便利ですね。うん、ちょっとマツダの開発者の皆さんねえいいかも、そんな簡単にできるわけないっていうふうに思いがちなんですけども、うん、こんな話を自由にしていくと、うん、はい、誰かがヒュッとこう実現してくれたりする可能性ってありますよね、うん、そうですよ ね、だって今水陸両用の車で東京観光ができたりするんでしょ先生。あ、ありますね、バスとかでね、はい、そういうのになってくるわけで、やっぱり夢は語らないといけないですよ、うん、もうこれは車から今度は船にまで発展すれば、瀬戸内海の島々から広島市内に通ってる方なんて、それいい、便利ですよね、それいい、ね、もう最後の船が出て行っちゃったらどうしようなんてことがないわけですから、あ俺の車乗ってかないとかってね、あいいですね、なんでなんでいいかも、わかりました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。これからどんな車の時代がやってくるんですかね、本当でも運転が本当に苦手なものにとってはすごいこういう、ね、まあ、でも言っときますけど今度コンピューターの操作が苦手な人もあ、そうかそうだったそれはそれでちょっと違う目的地設定したらえらいことになったりするっていう時代になるのかも分かりませんが、このコーナーポッドキャストでも配信しております。昔のコーナー聞くこともできますし、他のコーナーもポッドキャストありますので RCC のホームページから週末ナチュラリスト覗いてみてください。